皇族。皇族は、天皇の親族のうち、男系の着室の血族、既婚の女子を除く及びその配偶者の総称。すなわち、皇后、太子皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王の総称であり、天皇は含まれない。天皇を含む場合は、皇室という。現在の法令は法律たる。 皇室天範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族を合わせた全体を皇室という。このうち、皇后、皇太后、皇太子、皇太子妃などと、その独立していない子女の内廷に属する皇族は、内廷皇族と呼ばれ、内廷から独立した宮家に属する皇族は、 三宅皇族と呼ばれる。非着出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく、民法の規定により、天皇の外籍のうち、皇后から三親党内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが、民法上は天皇の親族である。このように皇族イコール天皇の親族、血族というわけではない。 皇族以外の親族には、下記、一般国民と皇族の際は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。天皇または、親王、王の着室の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇、親王、王のいずれかと結婚する場合のみに限られる、皇室天範十五条。現在の皇族は以下の通りである。 範囲は、戦前の皇族命入れに準じる。ただし、兄弟姉妹間では出生の順による。皇統府には、宮号と称号は登録されない、宮内庁国事の形式によって、官報で公表はされる。なお、宮号は、天皇がその親王個人に下し本人のみが称する、ものであり、当該親王の日や子女等が、自らの宮号として、これを称することはない。 例えば、マコ内親王は、宮号を賜っていない。ただし、状況では、冷やし女等についても、便宜のため、括弧書きしている。皇族の証拠は、内閣告示、宮内庁告示や、官報の皇室時降覧では、歌返しなどの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が、必要である。宮内庁のウェブサイトや、 尊能関係の書物においての故障は以下様になっている。上記と多少異なる。皇族の範囲は、ほぼ戦前の皇族民令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく、出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年、1966年の歌会誌において、人親王郎、弟、 安子内親王姉の赤字順となっている。後者の例としては、昭和52、53年、1977年、1978年の歌会詞において、同じく様子内親王姉、のり親王弟の赤字順となっている。昭和58年、1983年の様子内、親王降下後は、青年皇族間で順位の逆転が発生した。 こと自体がなため、近年の取り扱いは不明である。上述の通り、天皇を除いた人数を記載する。皇統に属する男系の男子、親王、王は皇位継承資格を有する、日本国憲法第二条、皇室天範第一条。皇位継承順位は、皇室天範第二条に定められる。親王妃、王妃を除く、青年皇族は、 接種就任資格と国事行為臨時代行就任資格を有する日本国憲法第4条、第5条、皇室憲範16条、国事行為の臨時代行に関する法律2条。就任委任順序は皇室憲範第17条に定められる。皇族という特殊な地位にあることから一般国民とは異なる取り扱いがなされている面がある。要約すると、 日本国憲法第三章の適用外。三宅とは、日本において、宮郷を賜った皇族の一家のことである。神皇及び、蝶の家を指すこともある。宮とは、もともと、天皇及び、皇族の屋敷のことを指し、展示で住んでいる皇族のことを指すに至った。さらに、神皇の御位と共に、旧都の称号、宮郷を世襲することが認められる霊画寺。これが、 三宅と呼ばれるものであり、個別には宮号に応じて三宅と呼ばれることがある。ただし、現行法上はいずれも法的な根拠を持つものではない。旧の称号は三宅の当主たる、あるいは生前当主であった新郎個人の称号であり、その家族は用いない。三宅の内天皇の子女や兄弟が創設した三宅を直三宅という、 当銀の天皇との決闘の落ちこちにかかわらず、代々親王宣言を受けることで親王の御位を保持し続けた三宅を世襲親王家という。皇室会議は、日本の皇室に関する重要な事項を抗議する国の機関である。皇室天範28条以下に定められる。皇室会議は、以下の議員10人でこれを組織する皇室天範第28条第1項。 第2項。701年、大法元年に制定された、大法令。757年、天平商法9年に制定された、養老令などの律令には、皇族は、皇神、皇神として規定されている。また、2世から4世、あとに5世までの皇族は、王氏、和氏、王氏とも呼ばれた。律令に定められた皇神には、神皇、神皇、 巫女と王の別がある。特に性別を分ける記述はないが、女性は、それぞれ、内親王、内親王、姫巫女王、女王、女王と称した。親王号は、古くは、天皇の子及び、兄弟姉妹の将であった。後には、天皇の子及び、兄弟姉妹のうち、親王宣言を受けた者のみに限られるようになった。親王は、天皇から本意を受け、 本に従って国家から宮殿を受けた。律領の一つである、官位令、官位、領によれば、品位には一本から四本までの四段階があり、それぞれ国家から決められた給付を受けた。また、官職を受ける人間においても、八将、京、八将の長官、太宰卒、太宰の治、太宰府の長官、一部の大国、新能人国の国士、大主など、 4品以上の神王に留保された感触があり、交換への就任を保証された。一方、品位を持たない無本の神王は、無本神脳といった。品位を持つ皇族が罪を犯した場合、罰として品位の剥奪が行われることもあった。更新の範囲は、軽視令、軽視令の規定では、天皇の四世孫、後、現存、ヤッ後までが更新とされた。 五星今後世孫は王を称したが、後進には当たらないとされた。後の慶運三年、7 0六年2月の客で、五星今後世孫までが、後進とされ、五星今後世孫の着手に、王の称が許された。なお、近代の皇族制度とは異なり、婚姻によって、後進身分を獲得したり喪失したりすことはなかった。したがって、藤原氏の出身である、孔明皇后のように、皇后であっても、 進化の家の出身者は、後進とは認められず、逆に、藤原の利道に課した古内新郎のように、進化に降下後に後進として二品の除位を受けた例も、存在する、不創略期長久二年十二月十九日上。例では、後進でない者は、天皇から生を賜って真に下ると規定されていた。最初の姿勢がいつであったかは定かでないが、初期の姿勢後続生を賜って、 進化となった王の氏族として、橘の氏が、奈良時代の聖武天皇の治世である天平八年、七百三十六年、美月天皇の子孫であった、桂義の王、立花諸慶と、蔡王、橘花の妻が、親戚効果を申し出て、橘花の宿根、ね、橘花が宇治、宿根がネの姿勢を賜ることを願った。この時賜った姿勢である、橘花の宿根は、元は、 桂ツラ王、西王の母である県、犬飼い道代が賜った姿勢である。平安時代初期以降には、皇進の数を減らして、国家の資質を減らす、行為争いに関する清掃を除く、皇室のルビー半平 RT は、ムペイ・ RT、ルビーとなる、高級貴族を置くなどの目的で、多くの親戚降下が行われた。後一条天皇の時、子、厚明が、 皇太子自体、敗太子を申し出ると、厚明親王の男子は二世孫、三条天皇の孫、であるにもかかわらず、三条天皇の勇士とされて、親王宣言を受け、親王の待遇を受けた。この時、以後、親王は、天皇の子というルールは、厳格に適用されなくなり、天皇の孫より遠い血縁の行進でも、天皇の養子、勇士となって、親王宣言を受け、 新農の待遇を受けることが可能となった。後には、新農宣言を受ける資格が、世襲化され、世襲新農家となった。江戸時代以降、世襲新農家は四家にまとまり、四新農家から構成されるようになった。四新農家とは、伏見の宮、有栖川の宮、京急、昭和六十三年創設の京急家とは、無関係、官員宮の四つの宮家である。この家は、 代々の当主である王が、天皇の勇士となり、親王宣言を受けて、親王の待遇を受けた。第二本帝国憲法下では、旧皇室天畔によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族を合わせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后、太子皇太后、皇太后、 皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、新王、新王妃、内新王、王、王妃、女王である、旧皇室天範三十条。また、皇室親族令により、陰族の範囲は三親等内と規定された。律令制の下で皇親と呼ばれていた故障に変えて、皇族という故障を採用した。また、旧来は、 皇后といえども、進化の家に生まれた場合には、皇親とは認められなかったが、この改正によって、皇后、妃なども皇族として扱われるようになった。現行憲法下と違い、四世孫、高原孫までが、親王、内親王とされ、五世孫以下が、王、女王とされていた、旧皇室天板三十一条。また、被着室氏も皇族とされた。 旧皇室天畔により、青年、皇太子、皇太孫は、満18歳。その他の皇族は、満20歳に達した皇族の男子は、皇室内の事項について、天皇の始順を受ける皇族会議の議員となった。1888年、明治21年5月18日の直命により、青年に達した新皇は、数密院の会議に、反列。 列席して議事に参加することする権利を有した。貴族委員令により、青年に達した皇族の男子は、自動的に貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が清掃に関与すべきではないこと、皇族は武漢、軍人であったことから、党員は極めて稀であった。後皇族未令皇室令すでに廃止によって、次の区分に従って除勲された。 皇族未令によって、次の区分に従って任官された。皇族相合間の民事訴訟については、特別裁判所として、皇室裁判所が臨時に必要に応じておかれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民、親民の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が、東京高訴院の管轄に属することとされたこと等の、 外は一般の法令によるものとされた。皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。皇族の範囲、順位は皇族に異例により、次の順序によるものとされた。また、 以上の順序の中でも細かな点については、以下のようになっていた。北朝第三代、須コ天皇の断系子孫であり、1947年、昭和22年に、GHQ の指令により功績離脱をした十一、三宅。このうち、東伏見、山品、官員、梨本家はすでに絶景し、断系として続いているのは、それ以外の家系にあたる。離脱した後も、 皇室の親戚という立場には、変わりがなく、皇族ではないが、民法上は、天皇の親族である者も,もいる。皇室の親族が所属する親睦団体の、菊江親睦会に所属して、現在でも皇室と親しく交流を続けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。